じゃあ実際に今度は前後の荷重、本当に前に乗る後ろに乗るってどういう風に皆さんちょっと考えてます、これも一回ちょっと共有しておきませんかっていうお話です。前足に乗るっていう状態、僕レギュラーなんでこっち向きっていう感じで横向きに立つと、前足に乗るっていう状態、僕のイメージは今両足にじゃあ例えば5対5均等に乗ってますっていう状態から、ちょっとでも崩れたら、今ちょっと僕こっち行ったので例えば、6、4ぐらいだとします。これはもう前に乗ってるっていう感覚で僕は思うし、そういうふうに発信してます。これが前足に乗るっていうことが要は均等じゃなくなる状態のことを前足に乗るっていうふうに僕はイメージしているんですね。なので前足に乗るを10-0になるぐらい前に乗った方がいいよとか、6-4よりも7-3の方がいい、7-3だったら8-2の方がいい、できるだけ前に積極的に乗ろうねとかを推奨しているわけじゃないんですね。そうじゃなくって、そもそも斜めに乗ってるんだから5対5の 50-50 で立つのが作りづらいから、ヒールサイドは前に乗りやすいっていう状態を受け入れてあげるととっても動きやすくなりますよっていうお話なので、均等じゃなくなったら、あ、前に乗ってるっていうふうに思ってほしいなと思います。で、それがシャドウが急になっていくんだったら、その前に乗る乗り方を、例えばシャドウがないところだったら6-4ぐらいのイメージだったのが、急斜面だからしっかりノーズからグーってたわませてギューンって曲がりたいと思ったら、まずノーズのたわみが欲しいって思ったら6-4だと足らないからえいって言った方がいいっていう時もあるんです。そうすると10-0になるよっていうのも実際起きてくるようなことなんですけれども、これは滑るシャドウとかその滑ってるスピード域によって変化していくものかなと思います。だけれども、そのシャドウとかスピードによって変化はするけど、そもそも横乗りだから均等じゃない状態を前足って言ってあげたら、みんな共通の共有できる認識になるんじゃないかなというふうに整理してます。じゃあ後ろはっていうと、後ろに乗るっていう感じが今回ヒールサイドのお話なのでね、ヒールサイドの中で考えていくと、後ろに乗るっていう感覚はあんまりないなっていうふうにやっぱり思います。乗るってなるっていうのが、乗るイメージがですよ、皆さんがちょっと僕と同じかは分かんないですけど、僕のイメージで言うと、乗るって言われると自分の重さの位置が変化したっていう感じ、今のだったら僕は左足に乗ったっていう感じです。で、この状態って乗ってるので、乗ってない方の足は軽いんですけど、軽いからダラーンとしてたらもちろん全然重さかかってない感じ、力もかかってない感じだけど、これグッていう風に力ちょっと入れといたら足の裏は少し張るような感じができるので、ゼロなの、前にいっぱい行っちゃったから後ろはゼロなのって言われると、いや、ちょっとグッて押さえておけばゼロっていう感じではないですよっていう風に思ってやってます。そうすると重さは前に乗ったけれども、後ろ足は筋力によってちょっとクッて押さえ込んでおくみたいなことはできるんじゃないかなと思いますね。そうすると筋力によって押さえ込むっていうことをなんて言うかなっていうと、あ、これのことを踏むっていうふうに言ったら、動きとしては分かりやすくなるんじゃないかなと思ったんです。そうすると、後ろ足はもうそもそも前に乗るのが自然なので、じゃあ後ろ足は乗ろうっていうイメージじゃなくて踏むっていうイメージにしといてあげたら、ヒールサイド側で腰が前に乗っていくっていう、この自然に起きる現象を受け入れながら、ちゃんとテール側の圧、プレッシャーのコントロールも後ろ足の筋力でしていけるんじゃないかなと思うんです。で、この前に乗りながらも後ろ足を踏んでいくっていうこの感覚がね、この感覚が、この2つのイラストを今度見てみてほしいんですけど、僕ら滑るとき大抵こうです。僕らっていうのはフリースタイルで特殊な、セッティングをしない方、こういう感じです。で、下は向こうに滑っていくものに対して後ろ足のビンディングのところに厚みを持たせてるっていうセッティングにしてます。
これのことをプレートって言ったりカントって言ったりするんですけれども、要は足の裏がべったり平らでつくだけじゃなくって進行方向に対して後ろ足だけちょっと上げておこうとか、上げながら内側に傾けようとか、もちろんこれ前足もそういうことができたりもしますけれども、多くの人が後ろ足を調節するっていうのが、これアルペンの人たちはほとんどやるんです。これ 100% って言っていいほどやるんです、後ろ足のヒールアップっていうのは。で、人によって前はフラットでは前も入れるよっていうのは、これ結構人それぞれになってくるんですけども、そうするとね、こっちで立ってた人から大げさな話、後ろ足の下に3センチぐらいちょっと下駄履かせてみましたって言われたら、普通に立ってる状態からこっち後ろ足だとしたらね、後ろ足グッて持ち上げられてるっていう状態なので、そしたら踏むっていう動作は非常に難なくやりやすくなるんじゃないかなと思うんです。そもそも曲がってる状態が作れるので、こっちはあんまり曲がってる状態が作れないのでね。で、こうやって整理していくと、アルペンのカービングをされる方はそもそもこういうセッティングを入れているのがほとんどになるので、そういう方々が発信するこのヒールサイドの前後ポジションは、前に乗りやすい横乗りだけど後ろ足は高いから後ろ足もちゃんと重さがかけられる感じがするので、いや両足だよっていうふうに言うパターンが結構多いなと思います。でもこれは両足に乗るために、そういうふうに踏みたいから後ろ足を高くしているっていうのが一番の理由になっていくので、もしこの後ろ足を高くするプレートやカントが入っていないんだったら、やっぱりこの腰が斜めになってる以上、ヒールサイド側は前足の方に重さがかかるっていうのが自然じゃないかなというふうに整理しております。さあ、そんなところから、横乗りはそもそもこうやって前後の差が生まれるけど、これがデメリットとして働くパターンがあります。これがセッティングによったりとか、雪質とかシャドウによってデメリットとして働くこともあります。あとは表現の仕方、発信の仕方として、セッティングがそもそも異なっている場合は、結構前に乗った方がいいよ、いやいやいや真ん中に乗った方がいいに決まってるじゃんみたいな表現の仕方も変わってくるなというふうに思います。こういったところを全部まとめて、どんな人たちがこれに当てはまりやすくって、これが当てはまりづらいかなって思うと、こっち見てみてください。ノーズまでの長さが短いとこれが適しづらいって言ったじゃないですかね。こっち見てみてください。シャドウがないとノーズが埋まっちゃうから、ヒールで前に乗るはあまりやらない方がいいかなと。それと、短めの板で、ダックスタンスとかで、シャドウがないところを楽しむ人たちは、このヒールサイドで前に乗っていくっていうのをあんまり積極的にやらない方が、ノーズが詰まっていかない分フリーランしやすくなるかなと思います。そうするとグランドトリックをしながらカービングをしたいとかっていう風になっていくと、まさに今言ったことになるので、グラトリしながらカービングする、最近だとなんだろう、ラントリって言ったりするのかな、そういうような感じでカービングのことを考えてる人は、ヒールサイド前に乗らない方がいいよ、ちゃんと後ろにも乗って両足でねっていう風に考えてるし発信してるなと思います。それが合うと思うのでね。もう一つ、アルペンの人はそもそもセットバックとかいっぱいされてて、シャドウがあって硬いところを滑るので、前足に乗るっていうのを受け入れた方がいい条件が整ってるんだけど、セッティングの部分で後ろ足の部分だけちょっとこうやって高くしたり変化をもたらせることによって、後ろ足にも重さがかかるような状態を作ってるから、アルペンの人も両足に乗った方がいいよっていう風に発信する人が多いです。そうするとグラトリとカービングする人たち、アルペンのこうテクニカルとかレースをやらせてる、まあ要はセッティングをちゃんと組んでる人たち、
は両足で滑った方がいいからねっていう風に考えてるし、それが僕も正解だなと思います。でもそうじゃない左右非対称のセッティングを組んでる横乗りのスノーボーダーで滑るフィールドがそこそこシャドウあって閉まったバーンでカービングするのが好きなんだっていう人で、でもカントとかそこまで特殊なセッティングはしてないですっていう人は、まさにこれがドンピシャリで当てはまるんです。でこれが僕の滑りのスタイルなんです。僕はアルペンもやるし、51のロッカーボードで6度のマイナス6度っていうセッティングで滑るっていう、僕、グラトレをやったりするっていうのもやったりするんです。でラウンドボードの号泣でしっかりカービングやったり、ハンマーに滑ってみたりとかっていうことで、もちろんこの後ろ足のヒールアップとかカントとかっていうのを入れたり、前足も入れたり、いろいろ調整したりしながらいろいろやってみた結果、ああなるほどな、こういうことだったんだなっていうふうに今回整理させていただいた次第でございます。でこのセッティングの部分と雪質が柔らかいとかシャドウがっていう、このフィールドの、フィールドの部分がこの前に乗っていいよ、いや乗らない、乗っちゃダメだよっていうのに大きく関わってくるっていうのを今回知っていただければ僕は非常に嬉しいです。滑ってるシャドウとか雪質とかどういう乗り物に乗ってるかっていうものをあんまり考えないで、いや前に乗った方がいいよ、いや後ろに乗った方がいいよっていうにはあまりにもちょっと乱暴すぎるかなっていう感じもちょっとするんですね。僕はこうやっていろんな板に乗ってスノーボード楽しむ分、こうやって整理するのが好きなので、なのでこういうふうに一回整理できると、あ、じゃあ俺はこういうふうに滑りたいからこうやってセッティングしようとか、もう4月も回ってあったかくなってきたから、じゃあ俺は前振りだったけれどもちょっと横向きにしてみてノーズが埋まらないように両足で滑るスノーボードを4月以降はやってみようとかっていう風に発展していったり、考えが応用していったり、そういう風に考えることによっていろんなセッティング、いろんな板を楽しくうまく乗りこなせていったり、もちろんこのシャドウとか雪質、いろんなフィールドを自分で自由自在に滑ることができるようになったりっていう風につながっていくかなと思います。今回はそもそもセッティングとか雪質とかそういうの何にも考えないで横乗りのスノーボードはねって考えると、これがまずベースにあるかなと思います。でこれがうまくいかない原因がセッティングだったりとか滑る場所によってはうまくいかないこともあるので、そういった部分はお気をつけくださいねっていうところ、あとは前後前足荷重、後ろ足荷重ってこの前後ポジションっていうのを今回大きなテーマにしましたけれども、前後っていうのはこの均等じゃなくなった状態のことを、64でももうそれはもう前足に乗ってるっていうふうに僕は表現したりするので、均等ではなくなった状態のことを前足荷重っていうふうに僕は考えてるし発信してるので、前に乗れば乗っただけ偉いとかその方がいいとかっていうふうにあまり思わないでくださいねっていうこと。あとこの後ろ足っていうのが結構キーワードで、後ろ足が大切だよ、後ろ足しっかり踏んだ方がいいよっていう人は、結構こういうふうに後ろ足の下にプレートとかビンディングとか入れたりする、要はこういうものの重要性を知ってる人がテール側、後ろ足の話をする人が結構多いので、何も入ってないんだったらやっぱりここを立ち戻って横乗りのスノーボードの体の動かし方っていうものを楽しんでいただけたら、フリーライディング、フリーカービングっていうものがもっともっと自由自在に自分の思い通りに上達していくんじゃないかなと思います。今回はだいぶ長編になりましたけれども、ヒールサイドの前後ポジションの考え方、ちょっと僕なりに隅から隅までセッティング、雪質含めて整理させていただきました。スノーボーダーの青木でした。